N、N ジメチルホルムアミドは有機化合物の一種。常温では無色でかすかにアミン臭の液体。石油系炭化水素とは混合しないが、それ以外のほとんどの有機溶媒や水と任意の割合で混合する。因果性液体であり、日本では消防法により危険物第4類に指定されている。作業環境の管理濃度は午後10時である。 液体、気体、イオン性化合物、共有結合性化合物を問わず、多くの無機、有機化合物を溶解するのでヒプロトン性、極性溶媒として好んで用いられる。アニオンを溶媒はしにくいので、SN に反応は DMF 溶媒化では加速される。ただし共酸あるいは、共塩期の共存下で保存していると徐々に一部が、ギ酸と、ジメチルアミントに分解される。 またカルボン酸からカルボン酸クロリドを合成する際に塩化チオーニル等の塩素化剤の他に触媒量の DMF を添加するとよりオノアな条件でカルボン酸クロリドを生成できることが知られている。これは DMF と塩素化剤から生成する N、N ジメチルクロロホルムイムニウムが触媒的に作用しているためとされる。DMF の共鳴構造式実験室的には ジメチルアミン塩酸塩と、ギ酸カリウムを加熱し、蒸気として発生する DMF を補修することで得られる。工業的には、一酸化炭素を出発原料とするギ酸メチルとメタノールとアンモニアから触媒により製造されるジメチルアミンとを、金属アルゴラート存在下で反応させる、アンモノリシス反応の一種である。もっぱら溶媒として使用され、工業的には、 アクリル繊維の合成と、湿式防石の溶媒として大量に利用される。また、石油化学工業で、油式炭化水素から方向属化合物を抽出したり、アセチレン、豚ジエンを止め分から分離する抽出溶媒としても利用されている。DMF は100度以上の高温でゆっくりと分解し、ジメチルアミンを放出する。このため高温での反応には、他の溶媒を検討すべきである。 反応性の高さ、入手の容易さから、ホルミル化剤として用いられる。インカ果点摂取58度の可燃性液体である。以前は無害だと考えられていたが、その後の検討により有害性が明らかとなっている。皮膚や目に接触すると炎症を発生することがある。皮膚から吸収されやすく、長期に使用していると、肝臓障害を引き起こすことが知られている。 また人に対する染色体異常試験では陽性の結果を示す。EARC ーーの発言性評価ではグループ2倍との発言性の可能性がある物質として分類されている。ありがとうございます。